アキレウスに撃たれるペンテシレア。イタリア、ブルチから出土した、紀元前5世紀頃のアッティカー海式キュリクス。ミュンヘン、州立古代美術博物館所蔵。アキレウスと死に行くペンテシレア。トルコ西部、アイドゥン県カラジャスのアフロディシアス考古博物館所蔵。ペンテシレアは、ギリシア神話の女性である。アマゾーンの女王で、アレースとオトレーレイの娘であり、メラニッペイとは、 姉妹の関係にあたる。トロイア戦争の際にトロイア軍側について戦った。誇り高く美しい女性であったが、アキレウスと1対1で戦い、敗れた。ハインリヒフォンクライスト作の戯曲、ペンテジュレイアではアマゾネスの女王、タナイスと軍神、マルスの娘ペンテジュレイアとして登場する。トロイア戦争の最中英雄。 アヒレスに恋し、彼に勝負を挑むが破れて捕虜になってしまう。ペンテジレアの名誉のため逆にアヒレスは自分が倒されたという嘘をつく。それを信じたペンテジレアはアヒレスを母国に連れ帰ろうとするが、そこで彼は真実を告げ自分の人としてギリシアに連れ帰ろうとする。部下に救出されアマゾネスの陣に戻ったペンテジレアを諦められない。アヒレスはもう一度戦いを挑み、 あえて彼女に打ちかされ、捕虜となって、アマゾネスの国に連れて行かれることを決意する。アマゾネスの陣で失意のペンテジレアに、アヒレスからの決闘の申し込みが伝えられる。しかし彼女は、アヒレスに対する復讐の念に駆られていた。ペンテジレアは決闘の場にほとんど丸腰で現れた、アヒレスを殺し、彼を食べてしまう。その後、彼女は後悔の念に駆られ死んでしまう。 ありがとうございます。